わかる？左の方から風が入ってきてる。出口があるんだわ。早くここから出よう。魔法のランプがまだよ。魔法の何だって？ランプよ。エルフに力を貸したお礼にもらえる約束なの。彼が戻るとは思えないし、探して持って帰らなきゃ。見つかるかしら。手伝ってくれる？ああ、手伝おう。最高。じゃあ行きましょう。グベラグラ。嫌になるわね。また暗号みたい。碑文だ。見せて。碑文を訳してくれないか。3分の1ぐらいは読めるが、それだけじゃ意味がさっぱり。ちょっと待ってね。古代語を解読するのは昔から得意じゃなくて。うん、分かったわ。直訳だけど許してね。この繊細な韻を再現して訳すのは無理そうなの。いや、概要が分かればいい。4つの守護者、4つの炎、誇り高く並び立つ。最初に火を灯す者、他の後を追わず。2番目の者、最初の者の傍らで歌を奏でる。3番目の者、獣を従える。4番目の者、歩むも最初の者のそばならず。この者もまた音を奏でる。守護者は瞬く星の下で眠る女王を囲み立つ。暗号みたいだな。よし、謎が解けるか挑戦してみよう。魔法みたいに当たる。待って、何か起こったみたい。ああ、壁の向こうで何か動いたな。誰のお墓かしら。文字は彫られてないわね。カモメの印だ。ララドレンがどこに葬られたか知らなければ彼女の墓と思ってしまいそうだ。彼女を偲ぶ石碑かもね。エルフがこんな風に彼女を追悼するとは思えない。悲劇のヒロインと考えている者もいるが、ロッドがクリゲナンと婚約した種族の裏切り者と考えている者が多い。あの魔術師がララの血族だったのならシリを助けるわけもわかるわね。なるほど。探し物はこれか。やった。何に使うものなんだ。うん、使えるようになればいいけど。とにかくここから出なくちゃね。
行くぞ。ええ。何かある。あれを使ってみるか。ああ、やっとだわ。でも苦労の甲斐はあったわね。最後にはシリの重要な手がかりがつかめたんだし。クルックバック出現に乗り込むつもり？後で話を聞かせてよ。その機会があるかどうか。ゲラルト、人には2種類いるの。機械を見極めて利用できる人と、自分で機械を作り出せる人。あなたは後者の代表みたいな人だと思う。お願いしたいこともあるし、また訪ねてきてよね。また会いに来る。約束だ。じゃあまたね。待ってるわ。それではな、キーラ。